平野精機工業さんのブースにやってまいりました。平野社長にお話伺います。よろしくお願いいたします。はい、どうも、平野精機の、平野と申します。はい、本日よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。まずはですね、はい、御社の事業をどんなことされているのかご紹介ください。はい、当社は、製造メーカー様の、設計から、施工、そしてメンテナンスまで、主とする事業として営んでおります。そしてその中でお客様がお困りになっている、部分というところで、この倉木太郎が考案され、まあ、今現在多くのお客様にご使用いただいております。こちらの倉木太郎ですね、はい、どういった特徴のある製品なんでしょうか。はい、この倉木太郎はですね、保管するこのような、はい、紙袋、これが固まってしまいます。それを袋を破ることなく柔らかくほぐすという、機械で、非常に、製造のラインにとっては大きな役割を果たす機械に変わっております。機械がほぐすということは体への負担もとても楽になりますよね。そうですね、従来袋を持ち上げて、そして下に落とすとか、バットで叩きつける、このような重労働を行っているんですけれども、この重労働をですね、機械化をすることによって大きく軽減するというメリットがあります。そうですか。それでは実際これ動いているところ見てみたいなと思うんですけれども、はい、よろしいでしょうか。はい、この倉木太郎は上下のローラーが、回転することにより、またこのローラーの先端に突起物があります。硬、はい、いものを割っていく、そしてほぐしていくという両方ともの力がある機械なんですよね。まあ、一度スイッチを押してみます。はい、このように、回転します。万が一、大きな事故にならないように、我々インターロックって言うんですが、自動的に停止する機構を設けております。上がれば、停止いたします。では現物の袋を回してみましょう。はい、上下のローラーが、袋に接触し力を加え、固まったものを割りほぐす、そして、また戻ってくると。戻ってくるんですね。はい、このローラーちょっとなんというか斜めについてると言いますか。はい、こちらの斜めについておりますのは、ほぐす面積を、広げているっていうところで斜めに設けているというところなんですよね。広範囲でほぐせるということなんですね。そうです。はい、このような形で、お一人、でだいたい1時間に150袋、また連続で通していきますと約500袋ぐらいの、袋の処理が可能です。使われている業界もですね、食品業界、化学薬品の業界、乳製品の業界、医薬品の業界、肥料、飼料、樹脂とかペレットの業界、多方面にお使いいただいております。そうですか。はい、そんなたくさんの業界で役に立っている倉木太郎なんですね。はい、そうなんですよね。まあ、ぜひ非常にニッチな、商品なので、ぜひこの機会を、元にですね、多くのお客様に、見ていただきたいなというふうに思っております。はい、はい、それでは社長、今後の展望を聞かせてください。はい、まずこの倉木太郎はですね、まだまだ国内でも知らないお客様がたくさんおられます。お困りな時に、一度ご質問をいただいてですね、まだ業界の幅を広げていきたい、これが一つですね。それと今後、海外に向けてもこのニッチな商品っていうのは海外でも、少ない機会だと思います。海外取引でもですね、ハードルを乗り越えて取り組む予定で、いております。そうですか。はい、短時間にたくさんのものを砕けるという、本当に腰にも優しい、はい、こちらの倉木太郎ですね。はい、多くの方に利用していただきたいですね。そうですね。はい、これからに期待しております。はい、ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。